反省がします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。反省したいことある人。<な>みんなないんですよね。拓くんなな <laughs> タクシロ今日元気いっぱいでしたね。ああ、そうですね。ちょっとうなっちゃってましたね。んいや、本当、すごい、なんか。拓殖の伸びしろをすることによって、スタジオが一体感が増すと思うと、うちょっと嬉しいです。もともと予定になかったですよね。 いやいやそれはいやなんかすごいねあの打ち合わせとかの時もそタクシロ飲みしろって書かれてない時もあるんですよね,ねもうだからお決まりなんですよもう暗黙なんですよこういうものかそうねやって当たり前だからなんかあのうどういう本にないからやんなくていいんですねみたいなこと言うんだけど本当はやりたいんでしょおめえは見てくださいよちゃんとやってますから <laughs> それではうなり気味に行きましょうタクシロ飲しろ 切ってる。京都がすごい張り切ってた。でもなんかこんな楽しくやってますけどなんかあはってこうなんか門の笑い声がない人が一人いますね。なんかオーラがちょっと違う。僕たちがゆりさんの私服を盗んだわけではないですよ。盗まれて体操ぎ切ってるみたいな。違いますよ。違うんです。はい、福永さん。ズルン。おお、本気。私は明日の子宮しに。

あっ、大丈夫こんなピアノ吹きもとめ、めっちゃ耳赤いです。耳赤い耳ま緊張します。ファイターズの明日の試合で始球式を務めることになります。もういよいよ明日に迫りました。練習順調ですか。それに向けて本気で取り組んでいるってことを言いたかったんですけど。 ちょっと噛んでしまいました。でも毎日、昨日は本当百球ぐらい投げ込みますね。百球、もう体力がすごい。すごい。筋肉痛になってないんですか？なってます。股関節が特に。うん。あとはなんか不安だからこそ投げ込まないとっていうそういう気持ちでやってます。ということで、まあまだ。 明日まで時間はありますけど、24時間ですね、大体ね、直前まで。せっかくですので、ここまでの進捗状況を皆さんに見ていただこうというグローブも皆さんにお伝えしましたから、岩本努さんにお越したグローいただきました。 かっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいい。かねすごいそう使い込まれていて、岩本さんが練習の時に本当に泥まみれになりながらこれを使っていたといもういろんな汗も涙も努力も詰まったこのグローブを使わせていただきます。はい。でですね、この一文字のスタジオ。準備万端。18.44メートル距離を取ることはできないんですけど、できる限りこう目いっぱい端っこまで使って、それで今の。 福永さんのピッチングを見ていただこうとちょっと待って前止めないと岩本さんに叱られるからちょっと前止めよう開けっぱなしでキャッチボールをしてはいけないとなるほどいきますよはいおーまず普通に取るんですよねこれもすごい元ね球児の太郎さんの球あもうしゃがみますかあじゃあ普通に軽くキャッチボールはい。ピッチャーの手余裕で届いてるあ。 取れなかった。す。ごい今日みんな優しいですね。よ。おお。またちょっと温めてね。はい。行きますか。おお。まあまあまあこんな感じで練習をしていまして。光くん元球児ですけど見ててどうですか。うん。 ちゃんとできてますね。期待以上のキャッチボールではあり。なんか若干マイセツちゃう。めちゃくちゃ上からじゃない。期待以上もらえました。じゃあちょっと本番さながらでアナウンスするところからさせていただきますね。それでは始球式です。今日の始球式は H TV 一モニ北海道テレビ放送アナウンサーの福永ゆりさんです。お願いします。 すごい。<laughs> <強>い <laughs> すごい。速い。すごい。こう作っけ。バシッって言って。今のが投げられたら大成功ですね。<ー>うん、すごい。これ一つ聞きたいんですけど、はい、この足をこのこうするっていうのは自分で考えてますか。はい。 あの最初は普通にこうしてこうやってこういう普通のコムで投げてたんですけどちょっと普通じゃつまらないなと思った福永たるもの倍を目指していこうということでちょっと演出で足を上げてみましたい上がってました上がってた豪快さが増してました大勢くんどう いやすごいなんかビルリーさんにはない。<laughs> 大人の魅力があのピッチングの元にピッチングよどういうことだろうどこがどう大人だったやっぱりこんな足上げれるっていうのはなんかバレリーナ選手みたいななバレリーナ選手なんかすごいあのロマンロマンティックなロマンティすごい意味がわからないいやなんか新しいファンも獲得できるんじゃないかって。いなあのホームでそう本当結構ありましたね結構ありました。 そういう部分に期待してるお客さんもいると思いますよどういう部分だうね,うううだね福永アナウンサーが始球式を投げるっていうのを見てる人もいますからそうだそうだ、うん アイドルとして見てる人。そうそうそう。それが彼です。いやそうなんです。いややっぱりいや本当にこれフォームよりこっちの方が絶対いいよ。本当ですか。もう絶賛だ。ちょっと不思議なノールワールドに巻き込まれてしまったんですけど。ところでですね、前回始球式をやるという話をした時に、YouTube ご覧の皆さんからたくさんコメントをいただいたんです。はい。でその中でまあいろいろとあるんですけど、例えばヒカル君と福永さんのガチのキャッチボールが見て。はい。あやる。 もっと高校球児ですもんね。やりますか。どれぐらい野球やってたんでしょうか。もう十年以上やってます。わお。か。後ろキュート。大丈夫、急にキャッチボール、大丈夫。いくよ。はい。おお、軽やか。おお。おお、すごいな。さすが。いいね。グローブがあるところに。いい、いい球投げてるよ。あ、いい球。すごい、ブルペンキャッチャーみたいな。 げてくれるねいいいい感じのですねそんなコーナーで YouTube コメント頂いてる中でほか紹介していくと福永さんバドミントンのスマッシュをイメージするってやってましたからずっとスナップをでもよ投球にこのバドミントンはボールを持ってやってみるとこういう感じなのピッチングはピッチングはこっちいてやってピッチングは こういう感じです。素晴らしい。うん、もう一つありました。はい、マウンドの高さから投げる練習。いや、本当それ大事ですね。はい、ねスタッフが。ちょっと慌ただしく。なんかあるなと思ってたんですよ。なん,んよすなんかスタジオの脇にあるなと思ってたんです。すごい。 じゃあこれに乗ってキャッチャー竹原光君に変わりまして、はい、ツアートツアウトさあここまで先発の福永由理ツーアウトを襲りました <laughs> あと一人というところツーストライク追い込んでいますすごい高いフリーボールツーストライク、はい、フォアボールを出すの押し出し例えば総理という場面 <laughs> <laughs> 最後の一球お願いします <laughs> おわら ストライク。ボールだ。フォアボールだ。嘘。押し出しちゃった。まあまあ。まあまあまあ、あ距離もありたい。かなり高くなって、やっぱりちょっと下に投げないと浮いちゃいますね。まあね。まあ、いろいろコメントもいただきましたけど、応援のコメントもたくさんありました。いかがですか。いや、本当に、あの、この始球式が決まってから。 <laughs> みんな始球式が決まってから、まあ、岩本さんが練習に付き合ってくれたり、うん、と太郎さんはじめ出演者とか番組のスタッフとかあと本当に視聴者の皆さんからかなり温かい応援のコメントを頂い,いてなんかもう本当にそれだけで始球式のチャンスを頂けたことにこう感謝したいなと、うん、心から思うくらいもうありがたい状況を頂い,いています。本当に皆さんご好意 ご厚意 <laughs> 本当に皆さん、はい、温かい応援をありがとうございますそんな思いを背負って明日最高の一球を投じたいと思いますのでどうぞ温かい目でお見守りくださいよろしくお願いしますお願いします頑張って頑張って,張ってありがとう頑張って明日午後2時試合やプレーボールです、はい、でなんと言っても斎藤由樹投手の引退試合でもありますのでもう,、うん、うなんですよこのチケットがね完売なんですよはいですので 明日直接見られないという方いらっしゃると思います。週明けの月曜日の一門でたっぷりと放送します。はい、<お>どんな結果になっても必ず一門で放送しますので、はい、皆さんぜひ見届けてください。<laughs> そして応援コメントあればまだまだ募集しています。ぜひ、はい、お寄せください。頑張って。頑張れ。頑張れ。